はい、おはようございます。今週は月か金、月か木と、夢の里におります。で11月がとても忙しかったんですが、これで終わります。明日で終わります。で夢の里では認知症介護の実践リーダー研修というのをやっています。で実践者研修終わって1年以上経った方、特に最近は、加算ができたので、私どもには50名ぐらいの施設だと、4、5人は必要と、リーダー研修了者が4、5人おれば加算が取れるという要件になります。で、特に大規模施設6件からいろんな方が来られてまして、その間にB コースというのをここでやりまして、ですから第1週と第4週が夢の里で、第2週が、ここで B コースということで、あまり現場のお手伝いできなくて申し訳ないんですけども、その前にやった10月も4日間抜けさせてもらいました。で田形さんと一緒に勉強してきました。で田形さんは、実践者研修ということで、現場経験2年以上、私どもの施設では、2年以上といってもですね、だいぶ先輩が溜まってまして7、8年かな、田形さんってね、クラスの方から順番にこう上から行ってもらってますね、という形で受けてます。でその実践者研修10月に4日間私コーディネーターして、4日間ずっと受講生と一緒に、30名の受講生と一緒に、勉強して、自分も講師をやりながらやって、でその後で、今年度から実施施設で4週間何かテーマを決めて、取り組んでみてください。でそれでレポートを出してくださいというのがあります。で田形さんもレポートを出していただきました。で田形さんと同じクラスのレポートをこの前行ったらドバッといただいて、でその前にですね、実施設4週間の中の2週間目ぐらいに、その講師にアドバイスが欲しいという、ファックスが事務局に届きまして、それでまたメールでこちらにやってきてというふうな、そういうことがありまして、直接何人かの方にアドバイスをしております。で今日はですね、5分間ね、その中で、ある徳陽の、中堅のですね、職員さん、女性の職員さん、介護福祉士かな、経験が 10年8ヶ月だから結構長いですね。でその方のレポートです。この方、私がアドバイスをさせていただきました。で、実施施設の課題整理ということで、物取られ妄想があり服を取られたとの訴えが多く、他の利用者にも混乱を誘発する。ベッド周辺には衣類や日用品が散らかっており、娘の面会時に不要品や汚染物の持ち帰りや片付けを行っているが、持ち帰ったものに関しても取られたとの訴えがある。自分でも段ボール箱や袋に衣服をたくさん出したりしまったりして、環境整備ができる転倒リスクも高くなっていると。で転倒事故も繰り返していますと。で排泄面でも後始末が不十分であり、ベッド周囲の汚染周期がある。時にリネン衣類の更新が必要であり、それによって物足りない妄想が多くなっている。訴え時には傾聴説明し一緒に探す等の対応を取っているが、不穏状態で納得されないというふうなことです。で、目標理想として、その人の、その方の生きてこられた歴史を踏まえて、その人らしい生活を援助すると、こういう抽象的なことはいくらでも書けます。人間としての尊厳を尊重する、否定しないしないケアで、果たして原因とか背景要因を分析してみるとどうですかということですが、本人は昔からおしゃれであり、特に衣類にこだわりがあり、日に何度も更衣する。排泄はできるポータブルトイレを使用しているが、汚染により衣類、リネンの更新が必要であり混乱を招くと。娘が説明し持ち帰った衣類や自分で、荷物を段ボールに入れ、送った衣類も忘れて、取られたと訴えると。で環境整備ができ転倒して、他者も巻き込むと。でこの方が取り組んだのは紐解きシートの活用と、から BS を用いてチームでアイデアを出し合うと。
ということで、まあ、4日間学んだ中でコミュニケーションをゆったりと時間をかけて行い、本人の思いを知ると同時に情報収集を行うことが大事ということが分かりましたと。で、取り組みをやりました、1週目、2週目、3週目、4週目とあります。まず1週目は本人に思いを、本人の思いを知るために少しでも本人とコミュニケーションを行い、BPSD の原因を探りましょうということで、時間を取りました特に本人の一番輝いていた時期である旅館の仲居時代の服について、特にこだわりが強いことが分かったと。旅館の仲居さんをしていたと、まあ、美人だったのかもしれませんね。で、周りの人にちやほやされて、とても自分が一番人生の中で輝いていた時代、それも服だということでした。2週目は紐解きシートを活用して課題の検討を行ったが、なかなか今まで試みている内容しかアイデアとして思い浮かばないと。3週目、家族、娘の面会の時に本人の情報を収集しました、本人の望む環境に近づけ落差を少なくする、まあ、環境の落差があったと、入所前と入所後との落差があったということで、その辺の落差を娘から聞き出してやりました。でこの段階で、進捗状況報告書というのを、事務局に提出したら、それが私に回ってきてアドバイスしてくださいということだったということですね。で、私は紐解きシートの問題点があると。で、こういう BPSD があります、でその背景は何でしょうかと本人に、ネガティブな、面のなぜそういうことが起こるか、不快な刺激があるとか、マイナス面の環境があるとかいうことだっていうのが多いんですけども、紐解きシートをひっくり返してですね、ポジティブな面を加えて、その人のその人らしさについてですね、まあ、最近増岡さんって講師が言ってますけども、アイデンティティボックスといってね、その人らしさの中身をもう少し再考した方がいいんではないかということでしたけども、なかなかいいアイデアは出ませんでしたと、チームの中で。で、第4週目に本人のポジティブな面である世話好きで手作業を好まれるということから、職員の手伝い、おしぼり畳やエプロン畳をしていただきました。おしぼり畳やエプロン畳を行いながらコミュニケーションを行い、まあ、この辺が介護職のいいところですね。ソーシャルワーカーですと、もう個室でクライアントと向き合ってマンツーマンでというのがコミュニケーションですが、何々をしながらですね、作業をしながら活動しながら、昔の話をすることがで、良い表情を見ることができたと。ただし物取られ妄想の訴えは変わらなかったと。で、本人の総括ですけども、日常介護の実践研修に参加し、紐解きシートという今まで知らなかった技法を学び、実際に実施施設の研修で試みることができました、結果として課題解決には至らなかったが、講師の先生からまたアドバイスをいただき、葛藤型、竹内4分類の中のですね、竹内周辺症状3分類の中の葛藤型に分類される物足り妄想のある方、その人柄がですね、 A 様にぴったりであると。面倒見は良いが面倒見られが下手と。人のお世話するの大好きなんだけども、まあ仲居さんをやってたぐらいですかね、逆に人から何か介助を受けるというのが下手だと、自分が介助を受ける側に回るのが下手だということです。で、物は単なるものではなく、その人の人生が詰まった宝物であり、 A 様にとって服は一番輝いてた時代の象徴であることに気づいた。物取られ妄想の取られたというものの中にその人の人生が詰まっている、その人の背景があるということを周りのチームが気づくことだけによって、多分、その人のに対する周りの関わり方が変わってくるはずなんで、まあ、そういう情報を、ちゃんと共有して、関わり方を変えていくということは大事だと思います。で、結果として、取られた取られたという訴えはあるんだけども、でもポジティブな面である世話好きで手作業、いろんなお手伝いができるような面を引き出したということは、まあ、いい取り組みができてたんじゃないかなと思いました。で、まあ、今日入社の方で、瀬野さなえさんがですね、実施宣言書終わって帰ってきましたので、こういう取り組みをするという話をしますので、また
スマホとかネットで動画を見ていただきたいと思います。以上です。はい、何かありますか？はい、